はこんばんちは、キシトです。アークジェネシス続きやっていきたいと思います。さあ、今回一応ね、月面にいる新生物アストロトゥースだっけなクジラのなんか新生物がいるんだけど、それを捕まえに行こうかなとは思っているんだが、まあそれやってからやっぱりボスかなとは思ったんだが、まあそのクジラちゃんね、なんかサドルはなんかこのジェネシスのラスボスかなんか倒さないと作れないらしいんだよね。なんでまあ捕まえるだけ捕まえてみたいな感じにした方がいいのかなとは思っている。こんにちはサバイバーさん。サドルはね、今のラインナップはこんな感じです。捕まえるか、これヘレナなんかボックスみたいなのがあるんだけど、アイテムがもらえるね。これからランダムに出てくる、この赤いやつかな、からランダムでなんかハドレも出てくるっぽいんだけど、まあ多分普通に出てこないと思うからね。近いうちにまたどうぞ普通に捕まえた方がいいのかなと。まあとりあえずいろいろ準備をねしてはあるんで、テレポート待機中です。はい、でシチューをね食べておきましょうか。エンデュロシチュー、これを食べてると HP がね持続的に回復してくるんで。行きますよ。月面エリアでもまあダメージをね減らされずに済むっていう、放射能とかね常時 HP 回復してくるんで。テレポートで少し酔ってしまいました。じゃあ探しに行こうか。まあ月面は落っこっても平気だからね。まあシチューのおかげでこの声がするってことは近くにいるか。あ、いいだね、これだ。あ、いいところにいるんじゃないか、あれ。ラプトルがいるな。あれレベル50か。まあレベルにこだわってられないかな、正直。あそこにもいるね。20か。で、なんとかして巨大門にはめたいんだよね。まあレベル20だもん。あれ、20でも何でもうまい感じにはまってくれないとな。ワープしちゃうんだよねこいつ。いい感じに地上まで来てやってもらうしかない。あんまりレベルにこだわってられねえんだよな、正直。いいですよ。そう、お、これ入ってんじゃないか。
お、気絶した？これ気絶したかな？あ、気絶してる。オッケー。で、肉類でいいらしいんだよね。さあ、支配しましょう。よし。無限のその先までも。アストロティウス仲間になったぞ。こっちおいで。ヘレナ。ヘレナ、反応してくれ。ヘレナ、オッケー。テレポーテーションオーシャン。テレポート準備完了です。どこに置いとくんだこいつって思うんだけど。行きますよ。座標を確認。テレポート成功です。あー、海の下にいるね。すごいところに行っちゃってるぞ。おいおいおい。やーべえ。やーべえぞ。やーべえだろこれ。そこで大丈夫かな。まあ飛んでるしな。問題はないだろう。そっから上行けるしな。とりあえず。まあ、唯一の飛行生物って感じだよね。体力、攻撃、移動速度。体力なのかな。レベルめっちゃ低いけどしょうがないよね、でも。捕まえられただけいいと思うんだ。宇宙クジラ無事にテイムできましたね。かっちょいいね。すごいところにいるけど。さてさて、まあ宇宙クジラもテイムできましたことですし、まああとは戦力を整えて海のボスに挑むっていう感じかな。これがもう一つのボスだね。ミッションをある程度こなさないと挑めないっていう感じだね。最低でも58個やんのかこれ。ザ・ファイナルテストね。これが、まあ、多分真のラスボスかな。はい。多分これを倒さないと、アストロティウスのサドル手に入んないんじゃないかな。海のボスだけじゃ。だと思うから、まあミッションをこなして、まずはまあ海のボス倒してるっていう感じでいいと思うんだよね。まあそこまでやるかどうかわかんないけど、とりあえず海のボスまでは倒したいなとは思ってるんで、このファイナルバトルまでやるかどうかはちょっとわからない。ミッション大変だからね、結構やり続けるのこれ。まあ今回はクジラをねテイムできたということでよしとすればいいんじゃないでしょうか。案外結構早く捕まえられたから。
時間がね余ったんだけどっていう。アストロテウス捕まえられれば、まあレベルはいいかなって思ったけど、戦闘用っていうかまあそういう感じで使える感じでもないからな。アストロテウスはね、まあとりあえず今回はこんな感じで短いけど終わってもいいんじゃねえのかなとは思うんだけど。はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦これでね終わりにしたいと思います。無事にアストロティウス、仲間にできたんでね。あ、そうか、名前をつけなきゃいけないんだった。名前をつけるのはそれだった。名前をつけてからだな。はい、トワイライトだ。よろしくな、トワイライト。サドルをいずれ作ってあげたいけど、このアークの実況内で作れるかどうかはちょっとわからんな。はい、というわけでね、じゃあ今回はね一旦これでね終わりにしたいと思います。次回もねよかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。